ビーストどものエジプトなれー。はい、ということで本当のキングはこんなライオンじゃなくて、デデデなのですが、前回のデデデの行動に涙が止まらない。その割にケツ叩きすぎじゃない？あれにはデデデも喜んでた。デデデを変態にしようとするのやめてもらえますか？おい、それにしても下僕にばっかり戦わせて、そこのライオンは高みの見物か。動物園にぶち込むぞ。動物園側も迷惑。そしてグッズ化して売り出すぞ。はぁ、全く使えない奴らだ。やっぱり俺がやるしかないようだな。このマント20キロもあるんだぜ。それを外すってことは本気ってことだ。中央レオンガルフ。そういう足かせって結構危機的状況になってから外すもんなんじゃないです？え？お前何やってんの？ノーダメミッション対策ですね。この時のレイムはまだ知らない。もうミッションがないことを。へへーん、ダメージ与えられるもんなら与えてみやがれってんだ。どうだ、すごいだろこの盾。後半になってまでその戦い方してるお前のメンタルの方がすごいわ。頭上の方も帽子のトゲにより守られております。すごい万能な装備だね。ていうかこのライオンは私の存在無視しすぎじゃねえか。それはそれでなんか悲しいんですけど、もうこのライオンは私しか見えてないですね。まあしょうがないですよね。こんなピンクなもちもち魅力的すぎますもんね。それにしたって私の存在消しすぎだろ。え、私のこと見えてます？もしもーし、ライオンさーん。むしろあなたを攻撃してるのずっと私なんですけど、前回に引き続きライオンのサンドバッグにされてますレディーです。何をマイムなの？あ、その攻撃はさすがに当たっちゃうかもー。当たんないんですねーこれが。はい、うざい。むしろ何の攻撃なら当たるのか知りたいくらいですよ。無駄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 。お、私の盾の威力でスタンしたか。私の攻撃でスタンしたんだよ。お、さすがのライオンさんもこのままでは無理だと認識したか。認識するの遅すぎません。もう体力3分の1しか残ってないぞ。あ、物理攻撃じゃないと攻撃食らっちゃうかも。あ、これはさすがに無理です。耐えられちゃうんですね。波動にも対応できちゃうこの盾。商品化するためにクラウドファンディングを募ろうと思います。商品化して使い道あります？目の前からイチャイチャしたカップルが歩いてきた時、この盾があれば視界から消すことができます。その盾である必要はないよね。おお、ちょっとっとライオンさんカム作戦に出ましたか。確かにライオンのカム強さは半端ないと思いますが、この盾なら耐えられちゃうんですね。なんでこんな後半でその盾で耐えられるようにしたんだ任天堂さん。あー、それは無理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 。耐えられちゃうんですね。道中でライオンに噛まれそうになった時のために一人一個持つことをおすすめします。微妙ないですね。はい、てか後半になってからのこいつの硬さたるや。ダメージが全然入らないんですけど。困りましたね。お前のその崩さない姿勢に困ってるよ。お前も攻撃しろって。まだノーダメミッションがあるかもしれないじゃないですか。ないですね。いいや、私はあると思うね。ないんですよ。じゃあ個人的にノーダメミッションに挑戦します。意味のないことやめてくれない？うわー、マリちゃん大丈夫ですか？そう思うならお前も戦ってくれ。本当にマジでヤバそうだったらトマト使うから。やっぱり戦う気はないのね。もうマリちゃんの残り体力だけに神経使うから。そんなことより一緒に戦ってくれや。まだトマトを使うタイミングではないな。すごいぞマリちゃん。その中にいてもさほどダメージは食らってないぞ。せめてあんまり離れないでもらえます？いや、もっと早く歩けって。どんだけトリプレイなんだよ。いつどんな攻撃が来るかわからないからな。この盾は絶対に外せないぜ。霊夢、もう少し近づいてくれ。このままじゃ吸い込まれる。あ、ちょっと後ろ下がっちゃった。前に出ろって言ってんの。うわー、吸い込まれる。なんで一定距離離れたら吸い込まれるんだ。私に行動の自由はないのか。お前頼むからもう少し近づいて。近づきました。向こうから近づいてきたんだろ。やったー、マリちゃんすげー。これはもう主役の座はいただいたな。それとこれとは話が別。これでこいつは倒したが、後ろにいるあいつがどうなるか。これで終わりってことは絶対ないですよね。次は後ろのあいつかと。その前にやっと救出できるんだな。長い間すまんかった。主の更新頻度が遅いばっかりに。それは本当にすまん。エフィリーン。マジでミッションないの？だから言ったろ。おのれー、あれは一体なんだ？あまたの空間から使えるものを引き寄せたが、あんな邪魔者が混ざっていたとは。まあよい、もはや策を練るのも面倒だ。すべて苦労てくれよう。え？食うのは私の仕事なんですが、私の仕事を奪わないでもらえます？そんな冗談言ってる場合じゃなさそうだぞ。なんかヤバそう。どうする？とりあえず逃げる。逃げても何の解決にもならない気がするが、お前らいつの間に背後に。挟まれた。大丈夫ですよ、我々には飛行の能力があります。飛行を押し飛べるだけのな。え、なんか触手みたいのが頭上を。え、なんか持ってかれた。自分の体に取り込もうとしてるのって。何あのドロドロ。見る影もないですね。今まで働くだけ働かしておいて最後は取り込むってか。あの下僕たちにも同情するわ。いや、なんかムク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 しとる。おそらく他の連中を取り込んで力をつけてる。でお前も取り込まれてんのかーい。マリちゃん腰抜かしてる場合じゃないですよ。腰が抜けた。エフィリン、早くそいつから離れろ。これは、第2回戦確実にありそう。うわぁ。いてて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 。いや、マリちゃんの体力。お前が私に無茶させるからだよ。飲んで、とにかくドリンク飲んで。あいつ、どうなったんだ？おそらく後ろにはいるっぽいのですが、回復アイテムがあるってことは戦いは続くってことだな。逃げろー。はぁ？はぁ？ここまで来ればもう大丈夫か。エフィリン、無事でよかった。この地震は、さっきの、あいつ、閉まってるしこないよね。来ないぜ。ねぇ、いや、あれで終わるわけはないと思ったが、来るのか？本当に来るのか？来そう。このままじゃ扉ぶち破ってきます。新約種。
フェクトフルガー。なんだあれ。いやお前当たり前のようにそのポーズを取るな。お前まさか。私が盾になる。マリちゃんは逃げろ。いてー。なんで私だけ攻撃食らってんだよ。それはこの盾を持ってないからですね。マリちゃん、私に構わず逃げろ。いや私だって逃げたいよ。でもどう考えてもこの視点逃げられないよね。ここは私に任せて先に行け。だから私に行動の自由はねえんだって。私のかっこいい姿リスナーのみんなに見させてあげたいじゃないか。どう見てもかっこ悪いですね。え？自らが盾になろうとしてるのに、わー突進してきたー。おいそろそろマリサの体力が。え？今なの？今盾外したら攻撃。今だー。剣を帰りに踏み回復する私かっこいい。すっごいタイミングに計らってたけど、ビビリにビビリまくって回復してたけど、もう私の姿が見えない。このままじゃ私も取り込まれてしまうわ。それ私の手に負えなくなりそうだからマジでやめてくれよな。でもその瞬間ワドが主役の物語が始まりそう。いややっぱり無理だわ。今少し考えただろ。それもありかって思っただろ。それもありだが今はその時じゃねえ。まずい。第二形態か。進化する前にやっちまうぞ。私がやるんだったな。突進してきたー。マリちゃん一人で2体もボス倒しちゃったよ。任天堂さん、ワドが主役のスピンオフ作品を待ちしてます。これあのホルマリン漬けにされてたやつですもんね。そいつが全員を取り込んだからこんな形になったんだったよな。うわ、マジでうちらも取り込もうとして。エピリン、それはまずいんじゃないのか。エピリンが片割れって言ってたから、エピリンが取り込まれたら完成しちまうんじゃないのか。何かに、どうなってしまうんでしょうか。あ、もう助けたばっかりだったっていうのにまた奪わぬ。あいつ、我々には見向きもしないですね。私らだって取り込んだらきっと最強になれるのにな。なんでちょっと取り込まれたさそうなんだよ。よし、助けに行こう。あ、助けに行くに決まってんだろ。そして、いいところで、デデデが駆けつけてくれるというシチュエーションを期待している。それは激アツな展開。さあマリサ、きっとこれが最終決戦です。そうなるだろうな。心の準備はいいですか？うん、体力の準備ができてない。霊夢だけ元気いっぱいじゃん。私のノーダメミッションの挑戦はまだ続いてますからね。ってなんで元気いっぱいのお前がトマト食うわけ？いやだな、お裾分けしますって。当たり前だろ、お前能力何でいくわけ？ソード一択ですけど。いやお前最終決戦まであの戦い方するつもりじゃないだろうな。まさか、最終決戦ですよ。一緒に力合わせて戦うに決まってるじゃないですか。霊夢これ全部の能力用意されてるんじゃないか？ソード一択ですね。お前絶対戦う気ないだろ。さあマリちゃん、最後の決戦の場はすぐそこだ。後ろは振り返るな、前だけ見て進め。ってお前ついてきてなかったらぶっ飛ばすからな。大丈夫ですよ、ちゃんと隣にいますって。おー、苦情。最終決戦って感じだな。エピリーン、これヘリポートじゃないです。そうか、最後でデデがヘリに乗って助けに来るんだな。はー、これはさっきうちらの頭上を通っていったやつだな。ということはこの中にエピリンが。おい、エピリンを返せよ。そうしないとこのシリーズ終われないんだから。そんなメタい理由で救出しようとすんな。何？この美少女戦士の変身シーンを待っているような時間は、あれいつもなんで待っててくれるのか不思議だったが、待っちゃうもんなんだな。感染体フェクトエフィリス。